自分たちででで行う国づくり賛成と松田学ですす今回はですね農業の問題あのこれまでも農業の問題についての質問収益をいくつか取り上げましたが今回は食料自給率日本は食料自給率低いですよねこれを向上させるということと農業従事者を支援すると。 この充実に関する質問をしてしょ書ということですね。農業従事者もどんどん減ってます。食料自給率はご案内のように、令和3年度時点で38%カロリーベースですかね、えー。そして農業従事者もどんどん減ってますね、えー。で、耕地面積も減少を続けているということで、日本の農業大丈夫なのか本当に10年後に日本の農業なくなってんじゃないかっていうぐらいの危機感が本当はあるんですね。えー、でですね、あの日本の農業に対する保護政策というのが、えー、実はですね、 日本は農業保護をやってるんだけしからんって言われてるんですけども実は欧米に比べてちっともそうじゃないんですでまずこのことを多くの方がご存じないんですけれども、えー、過保護だ,だから競争だ競争だっていうんですけど我々はち,ちょっと違うんじゃないかと欧米並みにきちっと保護すべきもの保護すべきであるっていうのが我々の立場なんですね、えー、そして、えー、食料の輸入に対する依存これを減らさなければいけません日本の食料安全保障を考えたらですね 食料自給率の向上に政府はどれだけきちっとした取り組みをしているのかということですね。あの安全保障といいますと、すぐ軍事,軍事面の安全保障のことが思い浮かぶ人が多いんですが、我が党は特に食料とかエネルギーといった総合的な、あるいは世論対策、超限戦ということもありますからね、いろんなこと側面から安全保障を考える、その一つのメニューとして食料があるというふうに考えています。しかも食料安全保障というのはですね 多くの先進国で最上位の国家目標の一つに掲げられてるんですね、それぐらい重要な目標なんです、そのためには大きく税金を使ってもいいというコンセンサスがあるんですが、果たしてその点から見て、日本は大丈夫なのかという、そういう基本的な立場もあります。まず一つ目ですが、えー、昭和35年といえば大昔ですけれども、その時に日本の農業従事者はですね、1175万人もいました。 で、そして60年後の令和2年には、これは約9割減って136万になっているんですね。で、政府は、この農業従事者数の確保に向けた目標を年次,年次的にどのように設定してですね、その目標達成のためにどんな取り組みを計画しているのかっていうのが最初の質問です。政府からの答えです。目標は設定していないということです。しかし、収納の準備段階とか、経営の開始の直前の 青年の収納者を対象とした資金の交付、お金を交付したいとかですね。あるいは農業法人における雇用収納者の研修に対する支援とかですね。あるいは無利子融資といった、そういった研修とかそのお金の面で、あるいは機械や施設の取得の支援、こういった取り組みを通じて農業従業者の確保に取り組んでまいりたいと。まあ、ただですね、この農業従事者をきちんと増やそうと。 いうことであればそれを本気でやるならある程度目標管理というのをやってですねでやっぱり本気度を見せてほしいなという感じがいたしますまあ以下ですねこのずらっといろんな答弁が出てますがどうもいずれもこれまでのやってる施策こういうことをやってきてますこれからも引き続き取り組んでいきたいというものばかりなんで本気度が足りないなという感じがしましたが次の質問昭和35年から令和2年にかけて先ほど言ったようにカロリーベースの食料自給率は かつて79%ありました。これが37%と半減したと。あ38%。37、8%ですね。で、あの、食料、農業、農村基本計画というのが政府にありまして、ここではですね、令和12年度までにカロリーベースで総合自給率45%。まあ、37、8%、45%にしましょう。 生産額ベース。これは金額なんですね。食料の金額で表して、どれぐらい自給しているかというもので、食料自給率を75%に高める目標設定をしています。まあ結構これも野心的だと言われているんですが、この目標数値の達成をどういうような取り組みで担保していくのかが示されたいということです。答弁です。 農業生産基盤の整備やスマート農業の社会実装の加速化。スマート農業というのは、あのえー、農業にロボットとか、あるいは IT なんかを活用している農業のことにですね。先端技術を活用した農業。で、こういうことをやって生産性を上げますと。えー、そして生産流通体制の改革を進めるということを基本計画で謳ってますということを踏まえて引き続き各種手策に取り組んでいきたいと思います。えー、そもそも自給率目標。 の、を設定した根拠が何かっていうのは重要なんですね。この僕、こういう根拠があるから45%なんですよっていうところから、じゃあどうして目標を達成するんだっていう、それを我々知りたいんですね。まだまだですね、食料の自給率について政府の認識がまだまだ甘いんじゃないかなという感じがします。 あの、先ほども言ったように、他の国は国家戦略の最上位に据えているとで、それぐらいのことをやってですね。食料自給率を上げるためには、こういう具体的な。そういうことにマイルストーンを設けてですね。やっていくというぐらいの取り組みが必要じゃないかなと思います。3つ目、えー、最近ちょっとね。あの結構普及しているんですが、都市部での水耕栽培とかありますね。えー、で、限られた空間を最大限に活用して、効率的な食料生産を実現する。新しい農業展開というのが。 全国各地で取り組まれています。これについて政府はどんな支援を講じて目標を設定しているのかと、こういう問いをしました。答弁です。ご指摘の水耕も含めた溶液栽培施設という形しますね。えーまあ、ビニールテントを張って、その中にこう水耕栽培こう、ね、水を流したりなんかっていう、よくありますけどね。それの設 地実,実面積は、令和2年度で2014ヘクタールあると、トマト、イチゴなどが生産されているということです。で、この養液栽培施設についての目標は、えー、設定、目標は設定していないんですが、まあ、あの、補助をする支援とか、いろいろやってる、費用の補助をしているということで、引き続き必要な支援をやってまいりたいということなんですね。 でこの水耕栽培というのはこれから超高齢社会がますます進んでいくにおいてです、ね、この会社からリタイアした人なんかが,なんかがです、ね、本当の農業をやりますとこれ農業って必ず身体的に負荷が大きいんですが水耕栽培であればそれほどあの負荷がないということで割と高齢者の方の何と言いますかね第2の人生といいますかねそれにも資するんじゃないかと言われてきたものですで最近では都市農業っていうのは結構盛んでしてですね 私の知っている話でも、例えば横浜市なんかでですね、街の中でこう、ちょっとした水耕栽培みたいにやってみようじゃないかなっていう機になって、実はですね、これあの、横浜市で大きな論点になっているんですが、 えー、米軍の旧通信施設セアっていうところにありまして、えー、もう莫大な面積がありましてこれが返還されるんですね返還した跡地をどうしようかっていう大きな議論を研究学でやってるんですこのリ,リゾートというかアミューズメントというかなんかそういう施設にしようなんて構想があるんですけどもそうじゃなくてそういうところは都市農業をやってはどうかっていうのを参政党は主張しました。も、え、も、ーまあ、もちろんん防災拠点でででいいいすすけどもそういったですね 基本的な国民の安全安心という担保する場所として、都市のそういう空いた場所をですね、活用していく。えこれ、この考え方は非常に私重要だと思ってまして、えで、そういう中で、この都市農業の展開ということをですね、もっともっと積極的に位置づけていくということが大事なことじゃないかなというふうに思っています。それから四つ目の質問、耕作放棄地。耕作放棄地っていうのは、もともと田畑だったのがですね、誰も工作しなくなってほっとかれて荒れ地になっているところですね。 でこれはの、耕作が放棄されてきた土地について、放棄されて何年たったかと、5年以内のもの、5年以上のもの、10年以上のもの、それぞれの面積と割合と都道府県別の分布、それぞれの地域における農地全体に対する割合を示してほしい、でそしてこの耕作放棄地の再生と有効活用について、どういう対策を構想しているのか。 耕作放棄地っていうのは耕さないでいるとですね、だん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 土地が荒れていって、周囲にまで悪影響を及ぼすというふうに言われています。周囲の農地にまでですね。ですから、できるだけこの耕作放棄地を減らしていくっていうのは重要な農業政策なんですけれどもですね。 政府はですね、まあ、全体としてどれぐらい工作放棄地があるかについては、いろいろ調査して数字も出してるんですが、この年次ごとにどうか、まああの、どれぐらい古いものがどれぐらいであるかということについての調査は行っていない、把握していないということなんですね。えー、そしてそれぞれの地域における農地全体に占める割合は、その意味するところが明らかでないためにお答えすることは困難だと。<laughs> そしてですね、農業に担い手の農地集約、あるいは集積化を進めていると。 いうことで、工作法規地をできるだけなくしていこうということを政府は前向きにやってますという答弁をしています。で、この中に出てくるのがですね、日本型直接支払い制度という言葉がありまして、あの、あまり見慣れない方がいらっしゃると思うんですが、農家に直接お金を、補助金を支払っていく農業保護のやり方をやるときにですね、農業や農村が持っている国土保全とかですね、あるいは環境保全とか、 水源を守るとか、そういった多面的な機能が農業にありますねと。それを発揮できるような、そういうことをやっている農家に対して、手厚い補助金をやりましょうという、これは日本型のですね、この直接支払い制度として知られているんですね。で、こういうことをやってですね、できるだけ工作放棄地を利用して、土地の活用を進めていこう。 ということですね。そういうことに取り組んでいますということです。で、この耕作放棄地の問題も、土地の集約も含めて、やはり大事なことは、えー、農村地域に共同体を作っていくということだと思うんです。えー、やはりあの、地域の中心となる産業は農業である場合多いですから、農業を中心として、もう一回のふるさとの共同体、えー、ですね、里山という考え方も言われてますけれども、えー、それは、あの、参政党としてもですね、えー、そのための支援をしていくということをですね、やっていきたいと考えています。 そしてですね、次に、この農業の所得っていうのは少ないんです、えー。令和3年の全農業経営体の平均農業所得はなんと125.4万円なんですね。で、これでは農業だけじゃやっていけないという人たち、あるいは農業に参入しても、ちょっとこれでは食べていけないということになってしまって、まあ、低水準の所得が農業就業者の減少の一つの要因となっているんじゃないかと。 えのー、この平均農業所得をどうやって引き上げていくのか、まあ、数値目標も含めて、工作を示してほしいっていうことで、政府からいろいろと出てきました。まあ、まず、先ほど言っている基本計画、常に農業の場合、この基本計画を前面に出して、基本計画がこうなっていますよということばっかり言っているんですけども、担い手の育成確保、担い手への農地の集約、集積集約化、農業生産基盤の整備、 スマート農業、環境対策等々いろいろ挙げてまして、これを総合的に推進して、こうした施策が農業の担い手の所得の向上に寄与し、このことが平均農業所得を引き上げていくことにつながるというふうな目標は設定していないという答弁です。まあ、とにかくいろんな施策を投入してですね、所得を上げないと、農業の担い手が特に若い人にとってですね、 担い手が減っていくのは重要な大事非常に深刻な問題でして農業従事者の平均年齢が極めて高いんですねこれをどう解決していくか若い人にとって魅力的な産業にしていくということがですねそのためには農業の所得を上げなければいけないんですけれどももう一つ考えなければいけないと思っているのはあのこれはですねこれ私の個人の考えなんですがマイスター制度みたいなものを農業に作ってみてはどうかなといい農業をやるということは誇りなあのドイツではマイスターって誇りですよね。 えー、もうね、大学を卒業したインテリだけが偉いわけじゃない。自分は何々の自動車のマイスターだとか、なんとかのマイスターだっていうのは、私もドイツに住んでたともありましたけど、社会的にものすごい尊敬されてたんですね。だから農業はそういう社会的に尊敬されるような、そういう職業なんだということにして、資格を与える、そのための学校を作っていくとかですね、そんなことも考えられないかなと。こうやって若い人にとって魅力のある、 産業にいかにしていくかということがですね、日本の食料安全保障につながっていくんじゃないかなというふうに思います。そして次にこういう質問をしました。日本の農地は経営者地の多い中山間地域にも広く点在していると、農地の集約大規模化にはそもそも限界であると言われています。だから農業の生産性はオーストラリアに比べてなかなか上がらないと言われていますね。 で、この中山間地域なんかの農業生産を存続させるためにどういう施策を講じていくのか。これは根本的な質問なんですね。日本農業にとって。えー、で、ここでまた出てきたのが、政府から出てきたのは、日本型直接支払い制度。そしてまた農産漁村振興交付金といったものですね。そういった農業生産活動の下支えの支援策を講じています。というふうな答弁です、えー。そしてですね、この問題を考えるときに、やっぱり我々が考えてますのは、 農業は市場原理が成り立ちません。競争で生産性を上げるというのはありえません。特に日本はそうです。土地が狭いところが土地の広い巨大なもう桁違いに大きいところと生産性で競争したって勝てっこないんです。それは無理です。思い切った保護政策って言われるとね、これ保護って言うと何かマイナスのイメージがあるんですが、育成政策と言ったらいいんでしょうかね。支援政策と言うんでしょうかね。そこに財政資金をドーンと入れると。 いうぐらいのことを考えなきゃいけない。もちろんね、財産赤字の問題あるじゃないかってよく言われるんですが、だからこそマツダプランがあるんですね。投資国債で言えばいいですよ、農業っていうのは将来の日本のね、あの食料安全保障だとか、それから、えー、農業生産というね、それに資するもんですから、投資ですよね。投資国債の対象にしてもいいと思うんですね。そしてもう一つ、これアメリカでよくやってるんですが、えー、この農業と維持というのはですね、 あの例えば日本ではもっぱら農家に対する支援って行ってるんですが消費者に対する支援ってやってるんですねアメリカでですね財政支援結構やってるんですまあ食料券というかねなんかそういうもんだフードスタンプなんかそういうことで調べてるようですけれども例えばそうやっていいものをみんなで食べましょうっていって消費者に対する支援を講じるっていうのも一つの考え方ではないかなというふうに思います、えー、そしてこれはよく聞く話なんであの鈴木伸弘先生なんかおっしゃってましたが 例えば農家に対する補助の方の考を見てみてもですね大体実際農家に届いているのは3割ぐらいだった話を聞いたことあるんですね中間でどんどん抜かれているとでそこのところを改善して本当に農家のためになる補助金にしていくとかやることはいっぱいあるように思ってますけれども我々はやはり食というものを中心に据えている参政党でありますからですねでこの食 国民に健康でいいものを食べていただくということを中心に据えながら農業の共同体としての振興を図っていくと、このね、市場競争でない共通の社会資本としてのですね、そういう農業を作っていくという立場に立って進めていきたいなと思っています。どうもありがとうございました。自分たちで行う国づくり、賛成と松田学でした。

進もううちはどこまでも続いてる誰もが笑える世界へ日本なめるなって日本なめるな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 って皆さんまだまっくり1万人気者やりましょう 地平線の向こう側にほら誰かが描いた未来